プチプチひなこジャグチプチだ。ひなこちゃん、この新聞記事見てみてよ。新聞これ、はい、本当だ、新聞記事読むね。うん、今日未明ピーノ王国のプティピーノ姫が何者かに誘拐されるという事件が発生しました。警察の調べによると、誘拐犯は強固なセキュリティハウスに立てこもっているとのこと。ピーノ王国の市民たちは一刻も早い事件の解決を願っています。何ピーノ姫って？プチピーノ姫ってあの有名な俺らの国の王女様だよ。この城に閉じ込められちゃったみたい。誰え、お前知らないの？お前この国日本じゃん。日本の王女様のプチピーナ姫。何言ってんの？ピーナ王国って書いてあるよ。日本の中にあるんだよピーナ王国は。要は姫が閉じ込められてるからうちらは助けに行くのね。けどここはセキュリティハウス、強化なセキュリティハウスだから、それ攻略しないと助けられないってことね。任せて。この奥にいるっぽいな。でも入れないよ、扉が閉じられてる。これどうやって行くんだ？とりあえず周りの探索をしよう。あ、ひなこちゃん、なんかあったよ、ここ。ほら、あ、本当だ。はい、お、鍵だって。最寄りのクォーツブロックに設置可能。これで入れるんじゃない？ここにつけられるんじゃない？めっちゃ厳重なセキュリティハウスなのに玄関の鍵、カーペットの下みたいに置くなよ。え、ちなみにね、多分こっちにもあるよ、ほら。え、2個ないと開かないはずなのにもう1個あるんだね。あ、ほんとだ。あ、やった。最寄りのクォーツブロックに設置可能な鍵。なんで玄関のところに置いとくんだよ、実家か。さあ入ってしまおうぜ。 OK、 これで設置できるとこか。はい、せーのでやる。せーの、はい。うわー、騙された。騙された。やばいぜひなこちゃん、相当なセキュリティだこれは。やばい、びっくりした今。ちょっと慎重に進んでこ。いや、でも進めるよこれ。いやでもこの先にもこういうセキュリティがあるかもしれない。ちょっと慎重に進んでこ。疑ってこう。うわ、なんだよこれ。うわおい、慎重って言うたやん。やばい、セキュリティがすごすぎる。うわ、あれプチヒーナ姫じゃない？え、プチヒーナ姫なんて名前だったっけ？そうだよ、プチヒーナ姫だよ。あ、本なくなっちゃってる、新聞。プチヒーナ姫って書いてあった。ほ、プチヒーナ姫。あいつ、可愛くない、助けたくないぞ、私は。プチヒーナ姫を助けに行かないと。プチヒーナ姫。あ、でもこの先。あ、私はプチヒーナ姫。じゃ、プチピーナ姫じゃん。全然違うじゃん。何者かに誘拐されてしまったみたいなの。どうか私を助けて。これでもさ、思い切って飛んだら顔面くらい助けられるんじゃない？やらない？え、いける？ちょっとやってみるか。顔面を。ほ、ほい。今助けるぞプチピーナ姫。取れない。助けられそうにないみたい。とりあえず、向こう側に行く手段はなさそうだぞ。でもさ、ちょっと待って、いくらなんでも顔やばくない？俺とひなこちゃんがフュージョンしたよね、絶対。私の方が絶対姫の顔してるんだけど。プティヒーナ姫だって。プティヒーナ姫、プティピーナ姫だってお前いつになったら覚えるんだよ。とりあえずどっち行く？右と左に行ける道がある。どっちでもいいよ。え？そんな悩むことじゃねえだろ。じゃあ左ね。オッケー、じゃあ左に行こう。左、人間は割とこういう時に左を選択しがちだから。あー！プッチーが目の前で死んだ。大丈夫？これ行けなくなった？行ける？あ、もう平気みたい。行くか、こっち。え？あれ？どこだ？どういうことだ？あー！うわー！なこちゃん！プッチー！セキュリティ多すぎやろ。え、これでもさ、反対側も結局ここに繋がってる気がするんだけど、行ってみない？あ、え、じゃあ反対側からも行ってみよう。え、今度先行くよ。どうせまた天井が開くから、ちょっと行って戻る。ちょっと行って戻る。ほらー！おー！ナイス！1個回避したぞ、1個回避。で、あ、ほら。あ、ほんとだ。繋がってるんだ、ぐるっと一周。なるほどね。おい、なんでだよ。お前が敵じゃないかよ。よし、はっ、オッケー。さあ、こっちに来た。よし、これで進んできたぞ。なんだこれ。正しい道を極めよ、見極めよ。このセキュリティハウス、セーブポイントがある。嬉しいね。うん、マリオかな、マリオブラザーズかな、このゲーム。え、これは、まあ、マリオのパーティーみたいな感じだね。どれか一歩選んでいいんじゃない？私、ど真ん中がいいわ。うわ、そういうミニゲームあるもんな。でも俺たち多分読まれてる気がするよ。うわ、自分の色はダメ？一旦でも自分の色で行ってみるか。信じようよ。俺茶色で。それオレンジだって。何に見えてるんだってお前色が。じゃあ行くぞひなこちゃん、せーので行く。うん、行くよ、せーの、ほっ、ほっ、いけるよ。あーあー！
だった。え、残るはあと3本。これはいけるんじゃない、さすがに。私葵ちゃんの青にしよう。じゃあ俺イムの紫にしよう。しんどさんは嫌だもんね。うん、しんどさんのカラーはちょっとやめとくわ。ちょっと待ってって、ぶっ殺すぞ。じゃあひなこちゃんが行く。行く行くよ、葵ちゃんを信じて、レッツゴー、頼んだぞ葵ちゃん。うわダメじゃんかよ、もう。ってことは残るはイムだ、多分きっと。行け。ほっ、おっ、いけた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 。ってことは新藤さんはダメだったってことか。これ逆からいったらどうなんだろう。行ってみて。逆からいってみるか。はあれ、逆いけないんだけど。待って、そもそもいけないようにできてるんだ。ってことは正解はイムだったっぽいな。イムの紫が正解だったね。よし。うわ、でもだんだんと難しくなってくるな、このセキュリティハウス。さあ次は謎を解き明かせ。え、はい。おお、やばいぞ、なんだ。うわー、やばた、やばた、上から、上からマグマが。ちょっと待って、謎は何、謎は何。え、下からアミラクジする。上からアミラクジして。アミラクジか。よし、こういって、こういって、アミダクジ、アミダクジ、待って、アミダクジ消える、アミダクジ消えた、アミダクジ消えた。どうしよう、ひなこちゃん、ペンチ早くしてよ。もうアミダクジ消えたよ。どうするのこれ、助けて。あー、コード記入数字4桁だって。なんで、あーすい。え、待って、数字4桁。うん、青とか色じゃなかった。でも数字4桁って書いてあったよ。一旦色で頑張ってみるか。待って待って、もうマグマだらけなんだけど、これ行って大丈夫。レッツゴー。あ、消えた。オッケー、よし、じゃあ上から涙くじ、涙くじ、こうでしょ。赤、一個赤。一番目が赤？うん。赤、緑、黄色、青だ。なんで、なんでそんな？赤、緑、黄色、青なんだけど、それを数字にできない。やばい、プッチ！これを数字にってどうやってやんの？痛い！あ、てか普通に上からの順番とか。あー、そういうことかもね。その可能性あるかも。よし。赤、緑、黄色、青。赤は1、青が4。うん。4、2、1、3、4、2じゃね？オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、いけるいける、帰って帰って、1342。オッケー、1342。はいはい、あ、やばいやばい、来てる。はい、あれ違うみたい。あの子絶対アミダクジ違うかも。え、ペチ、わかった、マグマで消えてたんだ私多分。あ、マグマで消えてる中でアミダクジしてたのかよお前、また死んじゃうって。あー、ちょっともう一回やろう。うわ、落とし穴だそれは。ゆっくりやろう。こうのこうのこうのこうで上まで行くんだね。上下して上下して上下して、え、じゃあ緑が1なんだけど、そもそも緑1、黄色が2になった。次3番目と4番目。じゃあ俺3番目やるね。4番目、あ、右からやってるの、プッチ。色からやってるんじゃなくて。あ、俺右からやってる。あ、色からやるの。え、色からやるの。私反時計回りでやってた。俺時計回りでやってた。で、こう来て、こう上行って、あ、3番目赤だ。4番目青。緑、黄色、赤、青って書いて。これ緑、黄色、赤、青の順番で3412で書いてみよう、一旦。オッケー、3412ね。3412、よし、これで合ってるだろう。入れます。はい、あれ、あ、おい、全然解けないんだけど、どうする。一旦漢字で入れてみる。漢字で書いてみよう、一旦。いや、もう最強セキュリティだから、数字が答えって言って漢字かもしれんよ。そしたら緑、黄色、赤、青。待って、ひなこちゃん、髪が燃えて消えちゃった。ちょっと待って、ペッチ。出す、ちょっと待って、急がないと。出した、緑、黄色、赤、青。緑、黄色、赤をね。緑、黄色、赤、青。オッケー、はい、よし、漢字書いた。はい、オッケーオッケー。あ、入ってった。あ、やった、入ったうねー、うわー、奇跡だった。漢字じゃねえかよ。え、なんか上になんか変なのない？あるよね、なんか変な穴みたいな。後でかな、今いけないんじゃない？先進むしかないか、一旦先進もう。
あ、セーブポイント。あ、また次だ。正しい道を見極めよ。毎回極めよって言っちゃうじゃん。え、これ何？ノーブラお前。うわ、なんだろうねこれ。え、合ってたよひなこちゃん。え、飛んできて、飛んできてひなこちゃん。あれ、クソ、クソ、飛んでない、飛んでない。クソ、飛べよお前。まあでも青が潰れた。え、ちょっとひなこだと思うから行っていい？いいよ、レッツゴー。ふぅ、どうせ死ぬなあいつ。あぁ、びっくりした。溶岩が引いてあるのかな、間違ってるとこは。溶岩が引いてあるっぽい。じゃあ一旦、じゃあ俺オレンジ色カラー行ってくるわ。行くぜ。大丈夫か、いけるか。あ、いけそう。あー、ダメだった。あー、はい、残念。次こそ新藤さんじゃない？え、俺どうせイムからだと思う。え、じゃあ別れて入ろう。オッケー、行くぜ、せーの、ほっ。じゃあね。どうだ。あ、どうだ、どうだ、どうだ。あー、あー、え、ひなこちゃんも。え、え、え、ちょっと待って、正しい道ないよねえ。正しい道がない。どういうこと、これは。これは、あ、ひなこちゃん、正しい道あった。はっ、こうだ。出てきたんだ。出てきたんだよ。こっちこっち。お風呂、お前叩こうとすんなよ。違う、呼んでただけ、呼び込みしてたの。オッケー、これ踏んでみるか。はい、オッケー、来れるようになった、こっち側。どこ行った？後ろだよ。ん？え？あれ？前じゃん。え？じゃあこっちこっちこっち、今こっちにいたの、今ひなこちゃんは。ああ、そっちか。わかんないよ。よっからでしょ。よし、これで第何ステージかもわからんけど、またまたあれだ、正しい道を開拓せよ。開拓に立った、この。わ、イカゲームだ。イカゲームじゃないこれ。踏んだらどれか正解でどれか割れるってこと。多分とっとと真ん中を行っちゃえばいいんだよ、そんなスピードよく。行くよ私。見てて。え、行ってきて。多分ここは安全。レッツゴー。あー、壁が割れる。割れるじゃないか、もう壁の方だ。見えない壁があった今。どっちだ、じゃあこっちか。なー、寝言はオレンジってことだね。そう、次は斜め。あ紫だなこれは。よしよしよし、紫ときたらもうこっちしか行くとこないから。オッケー、いい感じいい感じ。ここまで来れたよ。次こっちじゃね。違う、まっすぐだ。むずこれ。これむずいぞ。じゃあ次行くね。プッチーのオレンジは嫌いだから、ひなこのピンク、レッツゴー。あー、ダメだった。残念、オレンジの方が正解でした。じゃあひなこちゃんのピンク嫌いだから、この次はきっとこっちだ。あーこれでオレンジ、次こそひなこのピンクでしょ、レッツゴー。ほらー、そう、ひなこピンクか。でもこうなるともう多分そっち以外ありえない気がするね。だ、いきなりもうこれでゴールはさすがに違うよね。ちょ、任せて、私やっていい？いいよ。ここ、お、ほら、いける。ここ、お、いける、天才か。そしてここ、あ一旦戻るんだ、こっちだ。あ、天才で、こうだ。あー、ほら、やっぱもう大体予想がついてくるぜ。で、こう来てこっちやろ。お、俺、いや、で、俺天才か俺。で、こうで、お、いける。こうで、オッケー、これだ。ナイス。こうの、こうね。そう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 。そしてこうで、こうぴょんぴょこぴょんぴょこすればいいのね。そっちじゃないよ。おぉそっちじゃないっと。いいよいいよ、落ちるのよ。もう覚えてるもんね、道。こうで。なんでだよ。そこ右だろ、なんで最初に戻るんだよ、お前。お前ふざけてんのね。ふざけてないよ、もう。で、紫、ほい。で、赤でゴール。よーし、よーし。え、なんか細い道が。いや、橋が、橋なら歩けるはず。これ大丈夫かこれ。うっ、ん、え、俺らも閉じ込められた。嘘、やばい、見つかる、このまんまじゃ。侵入してるの、まずい。おおおおおお、え、え、え、くっくっく、騙されたの。え、え、この石板アウトを作ったの私さ。え、自分から立てこもったってこと？すべては術後の私たちの自作自演。こっから脱出できるかな。やばい、なんか上に連れてくれてる。プティピーの姫術後だったんだ。お、やばいやばい、なにこれなにこれ。どうすんのこれ。そっち、そっち行けそう、そっち行けそう。こっち。おいおいおい、
俺らが囚われたってこと？俺らが囚われてるってことか今、あいつらに。あいつらやば。しかもなんかトラウマみたいだったんだけど今。マジで恐怖だった。なんかホラー映画始まったよね急に。で、あの顔やばいね。やばい、本当に怖い。あ、ひなこちゃん。どう？くっそ、今避けられたのに。あいつが仕組んでたんだ。待って、やばいぞそこ。何？正しい宝箱を見極めよ。なんだ？え、どれにする？え、でもこれさ、いけないんだこの間は。お前ズルしようとすんだよお前。さすがにダメだよね。そうだよね。お前みたいなやつ絶対イカゲームのあの飛び石のところ横の柵、絶対割れない柵絶対歩くよね。歩くよ、当たり前じゃん。ちょっとじゃあ自分の道選ぶね。選んで。何？自分の道選んだ松戸だ。はっ、ペンチ！ねえ、ゴキブリいっぱいいる。痛い。じゃあ俺も自分の道歩むわ。ほっ。ってことはだよ、プチさん。うん。来ちゃいました。これは名探偵ですね、私は。なに？こっち側は向こうに行けるようになってるから、ほら。本当だ。紫は不正解だよ。右に行けるようになってる、お前。天才か、お前。そっちは不正解ってことは、葵ちゃんのところも不正解ということが分かったので、つまり。こっちだ。さすが名探偵ひなこ。真実はいつも一つ。行け。やったぜ。ああ、なんでだよ、嘘つき。え？でもなんかあるよ壁。あ、でも これ来れないっぽい、こっちゴキブリ。おい、じゃあやっぱ正解なんじゃないそこは。正解だ。チェストがある。あとチェストと謎の道がある。チェスト開けるか。はい、エリトラだ。エリトラ？とりあえずつけたエリトラ。入ろうとすんなお前、ゴキブリかよお前は。よし、じゃあ次のステージ。うーん、セーブポイント魂だったね今。くそ、正しい道を見極めよう。うわ、エリトラで穴入るんだ。しかもめっちゃある。プチ、今度茶色あるよ。茶色いけば。いや、待て。俺はこのマップの本質を理解している。何？騙すだ。こうやって見てみろ。右下に穴があるだろう。え、早いって。ちょっとあれじゃないか。他のとこやってみようよ、一旦。一旦行ってみるか。じゃあ茶色行く。あ、うーん、いけない。入れないんだ、そもそも。このピンク行ってみよう。ヒュー。あ、下手で普通に入れないから分かんなかった。ふざけんなお前。おい、じゃあやっぱそこの四隅のところだね。いや絶対この穴だと思うよ。なんかあるもん。この穴に入って。あー、難しい。これ難しいぞ。一旦こうカーブをして、ほっ、あ、いえいえ、スーッと行った。こうスーッと行ったよ今。で今ひなこの顔が顔面から顔面からうーってきたんだけど、何今の面白い絵。なんかある、そこ。なんか上に行くエレベーターのボタンみたいのがある。ってことは行かなきゃいけないんだな。嫌でもそこに。また上からうーってきたんだけど。やめろお前、遊ばないでよ私で。位置調整してね。これならいける、これならいける。来たー！来た来た。オッケー、これで先進めそうだよ。なんで？待って、やばい、プティヒーナがいる、プティヒーナ、助けて！あれれ、だって、ひなこちゃんも来いよ、お前もね。煽られてる。ネグちゃんこっちじゃないよ、だって。やばいやばい、おい、ふざけんなよ、おい。もうわらだったんだ、それも。惨めだね、ハエみたい。誰がハエや。だえ、どこも行けないの、これ、結局。どこも行けない。ってことは、本当にこのどっかに正解の入り口があるっぽいよ。マジか。俺らの考え完全に見透かされてるよね。ちょっと怖すぎるんだけど。いや、これはもう当たって砕けろ戦法だ。ここだろ。チェー、本当に当たって砕けるぜ。赤だ。赤とね、青色違うわ。紫行く。紫も違う。オッケー、じゃああっちの水色に行こう。ここ違う。ここも違う。水色、黄緑違う。青やったけど違う。あそこやってないや。黄色以外全部やったくない？黄色いくよ。うん。あれ、黄色も入らなかったよ今。あれ、ここじゃ戻るとか。戻ってなんかあったっけか。別の場所？いや戻…あ、プチそれだ。え、合ってる？
なんかあるわ。なにこれ、こんななかったよね。なかった。あ、プティピーナス姫専用エレベーターだって。これ出口じゃない？これ行こうよ。これよし行くぞ。はい。お、こんなとこさっさと逃げ出してる。急げ急げ、ひなこちゃん、このセキュリティハウスから逃げよう。え、あ、最初どこに来た？あ、ここさっき、あれだよ、上にほらなんかあるって。こっから戻ってけばいいんだ、逃げればいいんだよ。よしよし、逃げよう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 。こっちか。どっちだっけ？こっちか。オッケー、こっちこっちこっち。逃げるぞ逃げるぞ、このとこからさっさと逃げよう。これ見つかっちゃうよ、いないいないって分かっちゃうよ、あいつ多分。まだバレてないんじゃない？あ、あ、あ、でもさ、最初のとこにいなかったっけ、あいつ。ほっ、あ、よし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 。いないんじゃない？もう、いや、いないわ。いないよね。ってことは、これ出れるぞ。出よう、プチ。よし、出れるぞ。やったー。俺ら結局何したん？結局家に行って戻ってきたってこと？騙された。ふざけんな。